サロンイコールド・プロバンスは、アビニオンから約 50km、エクス・アン・プロバンスから約 30km のところに、ある、ブーシュイコール・デュローヌ県の都市、クローヘイヤに位置する。この町には、空軍士官学校を含む、サロンイコールド・プロバンス空軍基地がある。町は、アドリア海、地中海、大西洋と続く潮の道の中間点という高位置に、あったがロローマ文化のオピトムであった。 この地域は紀元前6世紀よりポカヤの影響下にあった。ローマの道であるウィラ・アウレリアが街の近くまで伸びていた。しかし現在の街に近い名前ウィラ・サロネで最初に記述されるのは9世紀であった。当時はアルルの大司教の支配下にあった。今日では町はノストラダムスがその生涯を閉じ埋葬された場所として有名である。彼の住まいは 博物館として維持されており、6月か7月のいずれか4日間、町は、ノストラダムスの生きた時代の歴史を祝い、観光客を引きつけている。旧市街は、17世紀に作られた、時計門とブールヌーフ門という名の2つの門をくぐった、環状壁の内側にある。16世紀に、アダンド・クラポンヌが建設した、考え用のクラポンルーンがは、安価な積み荷による、 小取引もこの町にもたらし、町は繁栄した。伝統的にオリーブ作りが行われており、現在でもオリーブオイル作りやマルセイユ石鹸の製造が行われている。サロンのノストラダムスを描いた壁画。ありがとうございます。